4。ノウマが窓へ首を入れて家の中を見回した。鼻を鳴らして大きな息をしたので、そこに寝ていた二人は目を覚ました。こいつめ。竹蔵は馬の顔を平手で殴った。又八は拳で天井を突き上げるような伸びをしながら、ああよく寝た。日が高いな。もう日暮れじゃないか。まさか。一晩寝るともう昨日のことは頭にない。今日と明日があるだけの二人である。竹蔵は早速裏へ飛び出して、モル肌を脱ぎ出した。清冽な流れで体を拭き、顔を洗い、太陽の光と深い空の大気を腹いっぱい吸い込むように仰向いていた。又八は又八で、寝起きの顔を持ったまま、ロビアに行って、そこにいるお甲と明美へ、おはよう。わざと陽気に言って、おばさん、嫌に塞いでるじゃないか。そうかい？どうしたんだい。おばさんの夫を撃ったという辻方天馬は撃ち殺してくれたし、その子分も凝らしてやったのに、塞いでいることはなかろうに。又八のいびかるのはもっともだった。天馬を撃ってやったことは、どんなにこの親子から喜ばれることだろうと期待していたのに。ゆうべも明美は手をたたいて喜んだが、お甲はかえって不安な顔を見せた。その不安を今日まで持ち越して路肩に沈み込んでいるのが、又八には不平でもあるし、わけがわからない。なぜ、なぜだい、おばさん。明美の汲んでくれた渋茶を取って、又八は膝を組む。お甲は薄く笑った。世間を知らない若者の荒い神経を羨むように。だって、又さん、辻風千馬にはまだ何百という子分があるんだよ。あ、わかった。じゃあ奴らの仕返しを怖がっているんだな。そんなものはなんだ。俺と竹蔵がおれば。ダメ。軽く手を振った。又八は肩を盛り上げて、ダメなことはない。あんな虫けら幾人でも来い。それともおばさんは俺たちが弱いと思ってんのか。まだまだ。お前さんたちは私の目から見ても赤ん坊だもの。天馬には辻風公平という弟があって、この公平が一人来ればお前さんたちは束になってもかなわない。これは又八にとって心外なる言葉であったけれど、だんだんと御家の話すところを聞くと、そうかなと思わぬこともない。土風と公平は木曽の安川に大きな勢力を持っているばかりでなく、また兵法の達人であるばかりでなく、ラッパの忍びの上手で、この男が黒道と付け狙った人間で、天寿を全うしている者はかつてなかった。正面から名乗ってくるなら防ぎようもなろうが、防ぎもなろうが、寝首かけの名人には防ぎがないというのである。そいつは苦手だな、俺のような寝坊には。又八が顎をつまんで考え込むと、お甲は、もうこうなっては仕方がないから、この家を畳んで、どこか他国へ行って暮らすほかはない。ついでは、お前さんたち二人はどうするかと言い出した。竹蔵に相談してみよう。どこに行ったろう、あいつめ。表にもいなかった。手をかざして遠くを見ると、今しがた、家の周りにうろついていたノウマの背に飛び乗って、伊吹山の裾を乗り回している竹蔵の姿に、あ、はるかに小さく見えた。のんきなやつだな。又八はつぶやいて両手を口にかざした。おい、帰ってこいよ。